小鶴新田駅は宮城県仙台市宮城野区日田東3丁目にある東日本旅客鉄道仙石線の駅。相対式ホームに面2線を有する地上駅で鉄骨造り2階建ての京上駅舎と自由通路を有している。仙台地区センター管理で JR 東日本東北総合サービスが受託する業務委託駅。当初は終日一人勤務で 日中帯も細切れに窓口閉鎖時間が設定されていたが要因が増やされたため現在は解消されている。始発から6時30分までは改札業務を行わない。緑の窓口、自動券売機、自動改札機、自動生産機があり、いずれも追加対応。友人改札と緑の窓口はカウンター化されている。また改札内にキオスクがある。 JR の特定特市内制度における仙台市内の駅である。JR 東日本によると2020年度の1日平均乗車人員は4977人である。開業後の推移は以下の通りである。駅は梅田川の北側にあり、周辺には住宅地が広がる。 もともとこの地域は広大な水田地帯であり、1990年代半ば頃より土地区画整理事業が行われ、2003年頃より住宅やアパート、マンションが建設されるようになった。以前の当地は小鶴といったが、土地区画整理事業に合わせて事業の対象となった土地が新田東と解消された。潜石線の仙台より約800メートルの地点には、 旧宮城電気鉄道時代に日田駅が設置されたが、1943年に廃止されている。小鶴という地名は古く、平安時代の36河川の一人である、源の重之の歌に見られ、戦国時代には小鶴城という平次郎があった。また新田の地名は、仙台藩二代藩主、伊達忠宗によって統治が開拓され、 日田町と称されたことに由来するものであるという。開業前の駅名は、土地区画整理事業の名称から、日田東駅であったが、これらの地名を合わせて、小鶴新田駅が正式の駅名となった。ありがとうございます。